戦前日本も貧しかった。ですからやる慰安婦としてですね、身を投じなければならなかった、そういう悲しい身の上の女性がいっぱいいたということも知ってます。だけどいかにも朝鮮人だけがですね、従軍慰安婦にされたと、こういうふうなことはですね、やっぱり誤解を解いてもらいたいと。午前中に清本議員がですね、ここにこう出しましたけどね、各国で、従軍慰安婦に関する決議、動議が出されている。本当になんというかな、朝鮮の方っていうのは粘り強いというかしつこいというか、本当にすごいなと思うんですけども、私はこういうふうなですね、ことがずっと今蔓延している。これは自民党にも責任があると思うんですね。自民党のずっと歴代の外交、その場しのぎで、まあ謝ればそれでもうそれ以上は追及しませんからと、まあそういう言葉に乗せられてですね、まあいろんな談話等が出されました。その付けが全部今、安倍総理、今ここに来てるんですね。だから私は自民党にも責任があると。